お疲れ様です。それでは3週目の振り返りをやっていこうかと思います。33週目のまとめになりますね。日付にして14日、8月14日から8月18日なんですけども、この週の特徴っていうのは、口先介入が入るかなっていうところで月曜日に入ったわけですよね。ですんで、介入があることをいつも覚悟しながら、警戒しながらの1週間だったということでございます。価格にして145円から146円のところをうろうろしたわけですけども、やっぱり146円になるとね、介入の運気が高まってくると。しかも実際の介入というよりも、口先介入があるかな、ないかなって感じで、多くの投資家さんも注目していたんではなかろうかと思います。その中で、介入に至るような大きな動きがあると考えられていた材料を一番最初におさらいしました。15日の GDP、これ日本ですよね。そして18日は CPI、アメリカでは FOMC が16日ということで、この3日間に、材料ってものがありましたんで、こう警戒したわけですけども、結論から言うと、この材料に大きな変動はちょっとね、見られなかったってことですよね。ですんで、テクニカルの中で介入というものを背景に投資家さんの心理だけが値動きに関係したかなというふうに大筋では見ていきました。で、月曜日なんですけども、月曜日ね、これは特別公開編で FX オリガルヒの講義を、一般のというかね、速稼塾限定動画をご覧の皆様にお見せしたんですけども、145円で口先介入がありましたと。それからしばらくは144円台に入るまで警戒を介入しながらのトレンドを見ていかないといけないかなっていうところで、特殊レンジならぬ特殊トレンドというね、名前を付けさせていただいて、こういうふうな意識を暫定的に持ったってことですよね。その辺を、この、何ですかね、月曜日ですか、月曜日に公開したよってことです。はい、そして同じ月曜日なんですけども、ちょっとちっちゃくて画面がね、すいませんけども、口先介入の影響はすぐ出ましたよと。急反発して50ピプソード下落したでしょってことなんですよ。ただ全体的には上昇トレンド、特殊トレンドっていう言い方をしましたけども、上昇トレンドなんで、この50ピップスはすぐに解消されるってことになるんですけどもね。145円台前半にあった時に、大きな下落が起きたってことをね、皆さん確認していただけたと思います。で、火曜日に日は進みます。特殊トレンドっていうのをね、改めてここで宣言しました。基本的には上昇トレンドに乗ってるところなんだけども、でも、介入があるかもしれないよと。口先介入が一旦月曜日145円だったんで、派手に上昇するようだったら、さらに口先介入が入って、多くの投資家さんが資金を引き上げる。そういうふうに、投資家さん、お互いを警戒したような感じですよね。そういうふうなね、複雑な状況に入るってことですよね。そして同じ火曜日なんですけども、そういう時にどういうふうに攻めていけばいいか。通常でしたら横ばいが仕込み時なんですけども、口先介入が入ってね、一気に資金を引き上げる投資家さんがいちゃいけないので、普段よりもちょっと弱めのね、0.5 でエントリーしましょうよってことです。それから、やっぱりこういう中でも稼いでいかないといけない。リスクが取れる方は10ピップス以下でも細かく利食いをしましょうってことをお話しました。これもよく出てくる戦術ですよね。特殊トレンド、特殊レンジの時にはこういう風な形でちょっとでもね、利益が出たらリスクリワードに関係なくもうね、利益を確定させて細々と稼いでほしいなと。こういう時のリスクリワードは、例えばいつもが3対1だとしたら1対3っていう風に逆転するのも手なんですよ。はい。で、次水曜日です。水曜日になってくると、ちょっとした特徴が見えてくるんですよ。というのがね、19時以降は、報道の方もちょっとね、おとなしくなりますので、口先介入が入りにくいんですよね。だから、一時的には含み損を抱えても、上昇トレンドが19時以降は強くなるのを、期待してですね、我慢強く待つってことになります。そうするとね、実は火曜日にもその特徴が出ていて、水曜日もそうだったってことがわかるんですよ。だから、次の日もね、木曜日も、19時以降の上昇の伸びに期待しようかなっていうふうになりました。そして、木曜日です。実際に本当に19時以降は上昇するのかなと。口先介入があるような警戒をするときってのは、本当に年に1回出会えるか出会えないかってことなんで、まだね、確率を取れるほどの回数までは踏めてないんですけども、でも今回、未来のためにね、ちょっとそこを挑戦しようかなって形で、安値高値を決めながら、19時以降の買いにね、ちょっとトライをしてみようかと思いました。もちろんこれリスクが高まりますんで、皆さんにはお勧めしなかったんですけどもね。で、これが16時半なんですけども、19時以降に、今含み損を抱えてますけども、結局こういう風にね、戻ることを期待しております。現在の値段が146円の283ですから、146円の後半、中盤から後半になるまで、まあ中盤、後半までいかなくてもね、後半っていうとこう突き抜けちゃいますから、まあ146円の、まあ、4050あたりまで来たら、含み損が含み益に変わるかなっていうところで見てますね。はい。で、実際に、これ金曜日なんですけども、145円の後半まで伸びました。ね。ここから、これはね、特殊レンジだったところですよ。そして今、特殊トレンドを見てるわけですけども、ここの水準超えて、一応ね、19時以降に伸びはあったかなっていうところです。で、新局面、一時レンジっていうのがありますけども、今ね、伸びたんですけども、もうそろそろ限界かなと思って資金を引き上げた投資家さんがいたんでしょう。ここが頭打ちになって、ちょっと横ばいになってきたってところです。だから一時的にレンジになるんじゃないかなと。そして新局面ですよ。ここからさらに上昇するということも考えられますけども、それはあくまでも新しい局面に入ったってことの上昇です。今までの延長ではなくてね。で、上昇する可能性は非常に低い。それは介入に警戒してるからです。だから、横ばいでうろうろするか、もしくはね、もう資金を逆回転させる。まあ、そんな流れが一時的に起きるかもしれないなと思ってます。それが金曜日ですね。はい、金曜日もいろいろ分かることがあったんですけども、金曜日はセルで取れるんじゃないかなと思って、セルで入れました。そして少なくとも、ここまでは下落するんじゃないかなと思って、セルの決断をしたのと、もしさらにここを抜けるようだったら、まあ一時的にですけどもね、ずっとじゃないですけども、基本的には円安はまだまだ全然容赦なく、160円あたりまで進みますから。でも、一時的に下落に向かうことはあるわけですよ。その一時的が、ここを超えたら、さらに時期を伸ばしてあるんじゃないかなと思っているわけなんですよね。それが金曜日の考え方でした。で、結局セルで取れたわけなんですよね。おかげさまで、ここまで下に行くだろうと思っていたのは、行ったわけですよね。一旦はここで利確したんですよ。ここで利確して、そこから反発したんだけども、下落トレンドってものを疑っていたら、本当に下落トレンドが起きたということで、こう突き抜けましたね。だからこれが、下落に向かうんじゃないかなっていう疑いがさらに強くなって、34週目に、伝わるということになります。来週はね、もしかしたらセルの連発で1週間過ごすかもしれないなと、今の時点では思ってます。はい、それでは、33週目のまとめ、以上でした。材料もしっかり確認しながら進めていきましょう。